はい、どうも、しょうちみです。りょうへいです。お願いします。はい、というわけで本日はね、野球ギアというか、はいはいはい、野球道具を紹介します。はい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 、はい、で、あいにくの雨なんでね、屋根のあるところでやってるんで、ちょっと暗いかもしれないですけど、で、今回紹介するのが、おしぶらー、いや、これじゃわかんねえって。これじゃわかんねえって。これです、これです。これは見た感じね、バットかなって思う人が多いと思います、うん、バットかなって、あー、うん、バットにしてちょっとね、重いし、でかいんですよ。はいはいはい、はい、これはまさかのネットです。はい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 、はい、今回これ Amazon さんで購入の方をしたんですけど、うん、はい、これね、びっくりした。とりあえずまあ組み立てる、やりますね。組み立てます。はい、ちょっと組み立てていきましょう。これね、びっくりしますよ、マジで。ちょっとあの、しまうときめんどくさいんで、とりあえずこれがネットです。オレンジネット、以前紹介したんですけど、前ね、あの、はい、組み立てなしでさ、こう開いたらパーンって、うん、うん、あれネットあるじゃないですか。はい、あれも良かったんですけど、あれを正直ちょっと低かったんですよね。ああ、こうやっぱホームランゾーンをあるですね。狙っていくなら、そう狙っていくんだったらちょっと低かったんですよ。これぐらいだったんで。はいはいはい。まあ、子供用だったんですけどね、ちょっとね。あれを速攻ぶっ壊しちゃったんで、あの、僕のあの邪略のせいで来ました。まあいろいろありますね。なんか道具がありますよ。ここにね書いてあります。こういう説明が書いてあるんで、この通りやっていきます、はいはい、で、これ、ちょっと持って、あ、カメラ、カメラ、まさか、オキティなんですよ、オキティ付きなんですよ。こういうこと？そう、こうやってぶっ刺すと、ここに、こうやってぶっ刺すと、そう、オキティ付きなんで、このネット。これすげえ、やばくない？え、じゃあ本当に一人で練習できるじゃないですか。そう、はい、というわけでできました、やっと。ちょっとね、あの、テンパれましたけど、はい、なんだかできました。でかくない？めっちゃでかいですよ。でかいです。ここはめ込めなかったですよね。身長足りなくて。そうで、まあ意外と簡単だった。ちょっとあの、説明書が、うん、中国語だったんで、まあ、Google フォトの翻訳を使ってもらえば。そうですね。でも、大体もうここにしか入んないっていうのがあったんで、うん、まあ、簡単ですね。あとはこうちょっと、まあ、実際このネットをつけないと棒がこっち側にこう行くんですけど、行くんで引っ張ったんですけど、ちょっと違うってこうやって張った状態でやるようで、はい、これでちょっと起きて回りますし、ちょっと T やります。はい、はい、行きましょう。これ今この真ん中にこの白いの置いてあるんですけど、これは投球練習用でここにめがけて投げるみたいなので、つけました。で、バッティングなんでこれ一回外します。で、フックになってるんで、フックでこう、つけるだけなんで簡単です。で、さっきのこれですね。今、組み立てて、押し込んで、で、もう普通にボール乗ります。押していこう。もう全然、張ってる分逆にいいのかなっていう。うん。で、まあ今この、コンクリーンのところでやってるんですけど、若干こう傾くんですよ。あ、でも、一応付属品で食い打ちの、はいはいはい、あれがついてるんで、はい、地面にこうしっかりこう固定した状態で打つことができますんで、はいはいはい、はい、レガシーです。レガシー耐えられますかね、このネット。おぉ、入れたで。すごい、耐えれました、耐えれました。これ、使わないでも投げていてもいけます。はいはい、はい、いいね、はい、ふぅ、レンティレンティレンティ行こう。はい、
丈夫。まず当たっただけよ。どうした？はい。どんな？うん。そうね。どんな？合わせ。ああ。おい。うん、全然いいっすよね。そうだね。いい感じ。いいやん。しかも大きいしさ、ホームの角度。使わせても、飛んでかない。いいね。いいね。全然入りましたね。はい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 。しかも、俺、アクセル使ったんだよね。ああ。じゃあ、杭があれば大丈夫ですよ。そう、杭があれば。BA、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 BA。バーバランバーバーバーブー。今、やばった今。でも、耐えてる。ネットは耐えた。この子はしょうがない。固定しないから。じゃあ、長くなったら別のもの与えられないとダメだ。これ、そうだよ。ピー勝負決める一振り一汗の人やべピザーさっきのネット入ればリハビリでもいけんじゃないですか。そうね、しかも公式でも軟式でもスポーツでもいける、うん、ネットないとこ多いじゃないですか。そうですね、この周辺は、うん、だし、まあ、ネットに打っちゃダメとか言われることもあったよ、うん、そこでね、ネット持っとくと、ちょっと組み立てはね、こうやって、こうやってネットかけてとかあるけど、そんな時間かね、分かってれば。一回やっちゃえば覚えられるんですね。そう、一回やっちゃえば覚えられますんで。こちらネット、概要欄貼ってきますので、チェックしてください。というわけで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントのナイア公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。